バルブスオフィシャル YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。バルブスギターのジャンです。本日も勝手にオーガニックサウンド祭りです。はい、本日もですね、勝手にオーガニックサウンド祭りということなので、もちろんファズです。で、本日のファズなんですけど、まあ、本日のファズね、これすごいなんかワードですけどね。はい、本日のファズはですね、こちらです。はい、オーガベンダープロフェッショナルマーク2、これあれなんですよ、めっちゃ探して手に入れたやつなんですけど、カルトとのコラボみたいな感じになるのかな、多分別注品みたいな感じで出たやつだと思います。はい。でね、あれですね、これね、そう見てくれでね、うんって思う人いると思うんですけど、そう、オーガニックサウンズといえばね、あのこのね、筐体ケースのね、再現とかもね、めちゃめちゃこだわってやってたりするのに、なんで形違うのっていうね、思う人いると思うんですけど、いわゆるトーンベンダーのあのね、形、あのケースはなんかね、いろいろ大人の事情があって、なかなか使えないようです。なのでちょっとね、こういう大ぶりな四角い形になってますけどね。でもこれ、基板ちっちゃいし、こんなに大きさいらないんですよ、はっきり言って。なんだけど、やっぱりこの大きさになってるっていうのは、そこにちょっと意味を感じます。やっぱね、このね、箱がね、大きくないとね、出ない音っていうのがね、あるんですよね。まあ、ざっくり、僕の感覚で言うと、この筐体がね、やっぱ小さい、最近コンパクトなね、エフェクターありますけど、ああいうミニペダルってやっぱりね、まあよく言えば、ローがタイトというかスッキリしてる。ローの質感がね、すごくね、違うんですよね。同じエフェクターで通常サイズとミニサイズとって並べて使ったりすると、どことなくやっぱりその箱のスケール感っていうんですかね、それがそのまんまやっぱこうちょっと音に出るというか、やっぱり言うてこの箱の部分にも基本的にアース落ちて電気流れてるので、その辺がやっぱなんか関係あったりとか、あとはこのね、アースが落ちてるということは当然この箱でこうね、ノイズをね、ガードしたりもしてるんで、そういうのもね、こう、なんか関係あるのかなっていうね。はい。ですがね、このね、箱、形は違えど、このね、塗装の感じとか、非常にこだわりを感じます。見えるかな？はい。めちゃかっこいいっす。でね、ちなみにこれトランジスターは、ムラードの OC81Z っていうやつが入ってます。はい。まあね、オリジナルとはね、若干型番ね、ちょっと違いますけど、でもサウンド的にはめちゃいい感じです。というわけなんでね、これをね、音出して今日も弾き倒していきたいんですけれど、レスポルト、ストラトかなっていう感じで、とりあえずやってみたいなと思ってます。まあ、回路的にはね、ヴィンテージの回路のまんまなので、ちょっとレベルやっぱり下がります。マックスにしても、まあ、トントン、ちょいちっちゃいくらいの感じではありますね。なんでね、あんまりこう頻繁にオンオフしてライブで使うっていうよりはもうレック専門っていう感じですね、僕の中では。マフもすごい使いやすいんですけど、マフとは違うキャラクターで攻めたいなっていう時はもうこいつですね。はい。でね、あれなんですよ、つまみが2個ね、レベルとアタック、まあアタックってこれ原因ですけど、これしかないんですけど、めちゃめちゃいろんな音が作れます。でね、このレベルがね、すごくね、難しいというか、ここの塩梅でもうイコライジングも兼ねてるような感じなんですよね。レベル音量、まあ、要は、チューブアンプにこうね、入力させる信号の量なんですけど、これをね、変えるとね、中でも何か起きてるのかわかんないんですけど、すっごい音変わるんですよ。音量変えると。なんでね、ちょっとその辺をね、今日はね、いろいろいじりながらやってみたいなと、思います。では、レスポールから、行ってみたいと思います。アンプはマーシャルで、で、アンプのセッティングは気持ち歪むぐらいなってます。ここもね、すっごい
あるんですよね。もう笑っちゃうぐらい、この原因の感じですごいキャラクターが変わるんですけど、ちょうど今多分いい塩梅じゃないかなっていうところにしてあるんで、それで行ってみたいと思います。バイパスはこんな音です。こんな感じです。では、行ってみたいと思います。でね、これ、アタックね、ゼロでもね、結構歪みます。なんかアタックは、上げていくとね、音の密度感みたいなのが変わって、サスティンが伸びるような感じですね。で、下げてると、気持ち、ブチブチっとゲート感が出ます。とりあえず、ゼロのまんまで、レベルをがっつりいじってみたいと思います。はい。どうでしょうか。これね、レベルを上げていくと、だんだんローミッド、それからこのムチッとした感じっていうのがね、ガツガツガツっとこう出てくる感じで、で、逆に絞っていくとね、すごいトレブリーなサウンドというか、ジャリッとしたとこが強く出て、はい。まあ、この辺はね、ビッグマフとかとね、結構似た傾向ではあると思うんですけど、この多分アンプのね、歪みとのこの混ざり方っていうんですかね、それがね、非常にね、音を作る上で肝かなと思います。はい。だから二つなんですけど、すっごいこの相互関係によって、もう一個見えないつまみが回ってるようなイメージっていうか、はい。だからね、これね、スイートスポット、自分が今出したいなって思ってるね、そのポイントを見つけるのがね、ちょっと大変なんですけど、でもハマった時はね、まあ聞いてもらった通りね、やばい質感なんで、歪みのザラつきとか、このザラつき、ブリつきっていうんですかね。これがね、マフとは違う。感じ。どこが違うかっていうのはなかなかね、一概にこう、うまく言葉で説明できないんですけど、マフの方が、キメが細かい。まあ、荒っぽいですけどね。だいぶ荒っぽいんですけど、そうなんか、重心の位置が違うのかなっていう感じはしますね。はい。トーンベンダーの方が、重心が全体的に上ですね。なんか耳につくところとかが結構しっかり出てる感じっていうんですかね。うん。はい。なんか埋もれない感じで、ガサーンとこう壁の音にしたいときはマフとトンベンダーみたいな感じで作ったりするとバチンとこう上と下から両方来てね、すごい感じになるんじゃないかなと、はい、思います。ではですね、ちょっと
このアタックの方もね、いじっていろいろやってみたいと思います。とりあえずレベルを少し戻します。まあ、両方ね、ちょっといじりながらやるんで、はい。では。どうでしょうか。めちゃめちゃ音かっこよくないですか。はい。でね、今ちょっとやんなかったんですけど、これボリュームいじるとね、またねすっごいキャラ変するんですよ。はい。結構今はね、あのこうミチッとこうね目いっぱい詰まってる感じの音だと思うんですけど、これボリュームをねちょっと絞ってあげると、ゲインもねまあ少し下がりますけど、まあそれよりもね、あのキャラ上がねガツッと出てくるんですよね。はい、急にね音がねパリッとします。空と行ってみたいと思います。はい、ではシングルコイルですね、こっちのサウンド感もチェックしてみたいと思います。アンプのセッティングはそのままでいっちゃいます。結構しっかりクリーンな感じですね。では。
いやシングルもね気持ちよく乗っかりますね。シングルの方がやっぱりまあ元々のねキャラもあってね、あの砂利ついてるところっていうんですかね、そこがこう強く出てる感じで、あとはあのムチッとした飽和感みたいなのはちょっと少なめになりますね。まあこの辺は多分そのピックアップのね出力とかその辺がすごいもろに出るのかなと思います。なんでパワフルなねピックアップのギターだとよりあのムチッとボワッとした感じが強くなるんじゃないかなと思います。ではちょっといろいろいじってみたいと思います。シングルの方がなんだちょ、やっぱ出力が低いせいか、潰れないんでね、
あれこれいじるっていうよりは、まあ僕の好みとしてはバーンとフルにしといて、ここいじりながら弾くっていうのが、めちゃ気持ちいいっていう感じの、はい、サウンドですね。はい。まあでもね、このね、サスティーンの感じとかね、たまんないっすよね。はい。と、まあそんな感じで、本日はですね、オーガニックサウンズ、勝手にオーガニックサウンズ祭り、オーガベンダー、プロフェッショナルマーク2、こちらを引き倒しました。はい。もうめちゃめちゃ好きです。はい。なんだろう、ファズフェイス、トーンベンダー、ビッグマフ。なんか昔ね、これ生まれたファズですけど、まあ、まあ個性的というか、特にあのね、トーンベンダー、まあこれはマーク2ですけど、いわゆる 1.5 って言われるものなんかは、ファズフェイスとね、回路自体はほぼほぼ一緒っていうね、話で。同じような回路で、ちょっと定数が違ったりっていう感じなのに、あんなにキャラクターが変わっちゃうっていうのがね、まあ不思議ですよね。なんでそんなに違うんですかっていう感じですね。もう聞きたいぐらいですけどね。はい。まあそんな感じでですね、引き続きですね、チャンネル登録、高評価等々よろしくお願いいたします。バルブス、ギターのジャンでした。バイバイ。